皆さん、こんにちは。今日は2024年1月28日、日曜日でございます。私が今来ているのは JR 総武本線の終点、銚子駅。で、私は今からこの銚子から東京へと帰るんですかね。今回は2024年3月16日のダイヤ改正をもってこの銚子から東京を結ぶ特急列車、特急詳細号からは撤退してしまう車両、255系に乗っていきたいと思います。というのもこの千葉地区を走る特急型車両には主に3種類の車両がいてね。一つは特急成田エクスプレスなんかで使われる E259 系、それから房総半島の特急なんかで使われる E257 系500番台、そしてその E257 系500番台の一世代前の車両に当たる車両として255系がいるんですね。で、房総半島の特急に関しては E257 系500番台がメインで255系は少し混じってるっていう程度なんですがね、この調子にやってくる特急詳細号に関してはね、基本的には旧型の車両255系が充当されることになっていたんですよ。しかしダイヤ改正後っていうのは今まで成田エクスプレスで使っていた E259 系を一部詳細に転用、255系は詳細からは撤退することとなったんですね。今回はそんな255系特急詳細号に乗っていきたいと思います。そして私はホームにやってきたんですがね、もうすでに今回乗車する255系は止まっていました。これまだ発車する40分ぐらい前だったんですがね、これもうホームに止まってるんですね。この特急詳細号っていうのは発車する随分前からホームに入ってるってことで有名。これどうも聞いた話によると、発車する1時間以上前からもうホームには入っていてね、乗車することっていうのもできるみたいです。いや、これ発車する1時間以上前から乗車することができるってなかなかにすごいですよね。特急列車って普通列車と比べると折り返しに時間をかけがちですがね、でもこんなに早くから乗れる列車っていうのはなかなかないと思います。まあでは本題の255系に戻ろうと思うんですがね、この今目の前に止まってる255系、やっぱこれ一世代前の車両ってことでね、最近の車両なんかと比べるとちょっと古い感じがしますよね。これ255系と同世代の車両で言えば、かつて走っていたスーパービュー踊り子なんかで使われていた251系や、それから高崎線特急で使われていた651系に当たると思うんですかね。現在ではその251系や651系っていうのはもう引退してしまっていますから。だから最近ではなかなかこの世代の特急型車両っていうのは首都圏の JR では見なくなりましたよね。てか多分この255系ぐらいなんじゃないかな。だからこの255系は首都圏ではこの世代の車両の最後の生き残りだったんですかね。ついにそんな255系も引退が見えてきたって、そんな感じなんですね。まあただ一つ言うと、この255系、これに関しては後で詳しく言いますが、2024年3月16日のダイヤ改正で詳細からは撤退しますがね、まだ車両として完全に引退するわけではないんですが、まあでは乗車する前に行き先表示幕をお見せしようと思うんですがね、行き先表示幕っていうのはこんな感じ。これ255系に関しては3色 LED の行き先表示幕が使われてるんですね。これ251系や651系っていうのは最後まで行き先表示幕は幕式だったんですがね、この255系っていうのはデビュー当時は行き先表示幕は幕式だったんですがね、途中で改造工事っていうのが施されてね、現在では3色 LED になっています。まあでは私は列車に乗車。そしてこの銚子駅にはこんな感じに特急の乗車口のところに合わせて歓迎、ようこそ銚子へって書かれたものがあるんですね。いや、こういうのなかなかにいいですよね。まあでは私は客室内の方に行きたいと思います。今回私が乗車するのは自由席。まあではこれ一番後ろの席が空いていたんで、今回はここに座ろうかな。そして私は座ってみたんですが、いや、これはすごい。これ座席がふかふかだ。これ座席がすごい柔らかくてね、すごい座り心地がいいなと、そんな感じ。こういう一世代前の車両ってすごい座り心地が良かったりするんでいいですよね。そして車内っていうのはこんな感じ。これやっぱまだ発車するまで40分ぐらいあるってことでね、まだ車内っていうのはガラガラでしたね。いや、でも車内もやっぱ最近の E259 系や E657 系、E353 系なんかと比べると随分違うなと、そんな感じ。まあでは発車するまでの間に座席の設備について紹介していきたいと思います。まずはテーブルから。テーブルっていうのは見ての通り背面テーブルっていうのはないんですね。ただその代わりにこんな感じに横から取り出すタイプのテーブルっていうのがあります。まあただこういう横から取り出すタイプのテーブルっていうのはそんなに大きくない。だからここでパソコン作業とかをするのはちょっと厳しい。まあこれギリギリ弁当を置いてこんな感じに飲み物を置くってことができるかできないかって、そんな感じですね。そして座席のリクライニングっていうのは横のボタンを押して倒す形となります。そしてリクライニングを倒すとこんな感じ。これリクライニングは結構倒れますね。これ隣の座席と比べると分かりやすいと思うんですがね、こうやって見ると結構リクライニング倒れてますよね。いや、だからこれリクライニングは結構倒れるなと、そんな感じ。そして座席の上にはこんな感じに読書灯もあります。そしてこの読書灯がまた結構明るいんですよね。というのもこんな感じにちゃんと膝前照らせてますから。いや、だからこれ読書灯は結構明るいなと、そんな感じ。っていうかこれ読書灯って結構グリーン車専用の設備だったりするんですかね。自由席にもちゃんと読書灯があるのがいいですよね。
そして足元にはこんな感じにバータイプのフットレストっていうのがあります。いや、これなかなかこういうタイプのフットレストってないですよね。でもこのバータイプのフットレスト、これ何がいいかってね、これ個人的になんですが、正直こういうフットレストって邪魔なんですよ。というのもこれフットレストがない方が足を伸ばせますからね。でもこのバータイプのフットレストっていうのはね、こんな感じにガコッとバーを持ち上げることもできてね、フットレストは使わないでこんな感じに足を伸ばすってこともできるようになってるんですね。いや、これっていうのはなかなかにいいですよね。ただまあ一つ言うと、このバーって隣の席と兼用なんでね、もし隣の席に人がいて隣の席の人はフットレストを使いたいけど自分は使いたくないとかだとね、お互い譲り合う必要があるんでね、そこはちょっと大変なポイントなのかなと思いました。まあでも今回は隣の席に人が来るってことはなかったんでね、自由に使うことができましたよ。そして今回乗車している255系、この車両には暴走ビューエクスプレスっていう愛称がついていてね、これっていうのは大きい窓から暴走半島の綺麗な海が見れますよってことから作られた愛称なんですがね、実際蓋を開けてみると見ての通り、そこまで窓っていうのは大きくない。これ他の特急より若干窓が大きいかなってぐらいでね、よく255系は全然ビューじゃないとかって言われたりするんですがね、これっていうのはどうも本当はもっと窓を大きくしたかったみたいですかね。これ心臓より下の位置まで窓があるとあまり心臓によろしくないらしくね、そこまでバカでかい窓をつけることができなかったみたいなんですよね。そのためこの255系っていうのは暴走ビューエクスプレスって愛称はついてますが、そこまでめちゃめちゃ窓がでかいってわけではないんですよね。そして私はデッキに出てきました。まあでは今から洗面、それからトイレの紹介っていうのをしたいと思います。まずは洗面から。洗面っていうのはこんな感じ。いや、これどうですか、なかなかに一昔前っていう感じ。これ固体の石鹸とかも最近だと少ないですからね。そして温度調整のところは今壊れてるみたいだな。そして交換用の石鹸っていうのもありました。いや、でも本当やっぱ一昔前っていう雰囲気ですよね。そしてお次はトイレの紹介。まずは男女共用トイレから。トイレっていうのはこんな感じ。いや、これトイレも一昔前って感じですよね。これ最近の雰囲気じゃないわ。そしてこれ蓋を開けると便器の中っていうのがちょっと青いんですよ。これ昔の鉄道車両ってね、トイレの洗浄水が青かったんですよね。いや、これっていうのも最近の車両にはない特徴だと思います。ちなみに手を洗うところに関しては比較的最近の車両と変わんないかなって、そんな感じですね。そしてお次は男子用トイレ。男子用トイレっていうのはこんな感じになんかすごい青くてね、これもなかなか最近の車両じゃないデザインですよね。いや、だからほんと洗面やトイレっていうのは一昔前っていう雰囲気を感じられました。そして私は自分の席に戻ってきたんですがね、これまだ発車前なんですが、もう車掌さんの検察っていうのが来ましたね。いや、私も発車前に検察が来るっていうのは初めての経験ですかね。まあ別にもう乗っちゃってる人に関しては検察をしちゃうってそういうことなんでしょうね。今回乗務されてるのは桜運輸区の車掌さんみたいです。ちなみに千葉方面の特急っていうのはダイヤ改正以降自由席は廃止、全車指定席化することになってるんでね、こういう千葉方面の特急で自由席特急券が買えるのはダイヤ改正までですよ。まあこの動画を出してるのはダイヤ改正後なんで、現在千葉方面の特急で自由席特急券を買うことはできないんですが、いや、でも近年 JR 東日本っていうのは常磐線特急及び中央線特急の全車指定席化を皮切りに自由席の廃止っていうのを進めていますがね、千葉方面の特急っていうのは首都圏エリアでは最後まで自由席が残っていたんですよ。でもそんな千葉方面の特急からもついに自由席が消えるんだなと、そんな感じ。今回自由席に乗ったのはまあ安いからっていうのもありますが、それ以外にも千葉方面の特急で自由席特急券が買えるのは今のうちなんで記念に買ったっていうのもあります。そしてそんなことを言っていたら、もうそうそう列車は銚子駅を発車するんじゃないでしょうか。そして列車は銚子駅を発車。いや、でもほんとこれだいぶ停車してましたね。今回停車中に座席周りの設備を紹介したり、デッキに行ったり、いろいろ撮ってましたがね、それでもだいぶゆっくりしてる時間がありましたから、いや、ほんとこれ停車時間が長かったなと、そんな感じ。まあではここで車内放送をお聞かせしたいと思います。八幡、桜。
とまあ車内放送はこんな感じ。これ2555系がデビューした時っていうのは多分自動放送は積んでなかったと思うんですがね。これも後に改造がなされ自動放送が搭載されたんですね。いやでもさっき車内放送で途中の停車駅を言ってましたかね。これ停車駅かなり多いですよね。特に途中の桜まではかなりポツポツ止まる。これっていうのはこの潮騒号っていうのはもちろん銚子から東京とかっていう長距離の輸送も担ってるんですかね。それ以外にもかなり地域輸送っていうのも担ってるんですよ。これ大都市にいるとなかなか実感が湧きませんが、地方の方に行くと特急っていう存在が生活と強く結びついてたりするんですよね。とまあそういうわけで地域輸送っていう需要も高いってことでね、この潮騒号はかなりポツポツと停車するなと、そんな感じ。そして列車は間もなく銚子を出て一つ目の駅、松岸駅を通過いたします。この松岸駅は特急列車は全列車が通過するそこまで大きな駅ではないんですかね。この松岸駅でこの先この列車が走っていく総武本線と成田方面に向かう成田線が分岐することになっています。そしてこの先成田線方面に進んでも東京方面に行くことができる。現に昔は成田線経由の東京駅特急っていうのも走っていたみたいですかね。現在では特急列車っていうのは全て総武本線経由になっています。そして列車は成田線とは分かれたんですかね。この辺っていうのは一面田んぼだから夜になるとこんな感じに車窓っていうのは全く見えないんですね。まあこの辺っていうのは千葉県の中でもかなりのどかなところですから、多分この先鳴門とか桜まではずっとこんな感じの景色が広がるんじゃないかなと思います。そして間もなく列車は一つ目の停車駅、飯岡駅に到着するんですかね。飯岡駅手前にある今この列車が走ってるトンネル。このトンネルを走行中、列車なんかすごい揺れるな。ここまでこの列車に乗ってきて特に揺れるとかそんなことはなかったんですかね。今のトンネルを通過中だけなんかすごい揺れました。そして列車はトンネルを抜けたんですかね。もうこれ揺れっていうのは収まりましたから。いやこれっていうのは空気の流れとかそういう問題なんですかね。ちょっとよくわかんないんですが、あのトンネルを通過中だけなんかすごい揺れましたね。そして沿線にお家なんかが増えてくると間もなく列車は一つ目の停車駅、飯岡駅に到着いたします。さっきこの先の鳴門とか桜までは一面田んぼみたいな景色が広がるって言ったんですかね。ただ鳴門や桜までにも所々小さな町みたいなのがあってね。そういうところに特急が止まっていくってそんな感じになってるんですね。そして列車は飯岡駅に到着。そして列車は飯岡駅を発車。飯岡を出ると次は朝日に停車します。ちなみにこの辺っていうのは割とローカルな区間になってるんですが、ただ東京からも比較的近いってことで首都圏の大都市近郊区間になっていてね、首都圏の大回り乗車なんかでも来ることができるんですかね。ただ大回り乗車をしている人はこの特急潮騒に乗るんだったら今の飯岡から乗ることになるんじゃないかな。というのも終点の銚子まで行っちゃうと一筆書きルートにできないためね、大回り乗車をする人はさっき通過した松岸までしか行くことができないんですよね。でさっきも言いましたが、特急列車っていうのは松岸は通過するんでね、多分大回り乗車をする人は特急には今の飯岡までしか乗れないんじゃないかなと思います。とまあ話が逸れてしまったんですかね。まあでは私は引き続き乗っていきたいと思います。そしてあれからしばらくやってきたんですが、この辺では伝承栽培なんかをやってるんですかね。これ何の作物を育ててるのかちょっとわかんないんですかね。こういうのも夜ならではの光景。そして沿線っていうのがまた住宅街が広がる街みたいな感じになってきたんですかね。まもなく列車は朝日駅に到着いたします。でもこの朝日駅っていうのは飯岡の一つお隣の駅なんですね。だから飯岡を出てから途中駅を通過することはなく、ものの数分で朝日駅に到着いたします。いやだからほんとこれなかなかに停車駅が多い。だから正直この辺の区間では速さ的にはあまり特急に乗ってるって感じはしないんですがね。ただこれっていうのは需要に合わせたものなんでしょうね。そして列車は飯岡の一つお隣の駅、朝日駅にも続けて停車。そして列車はあの後朝日駅を発車。そして今度はちゃんと途中に通過駅がある。列車は先ほど日形駅っていう駅を通過したんですがね。その日形駅のお隣の駅、八日市場駅にはこの列車も停車することになっています。だから途中駅を通過したとは言っても一駅通過するだけですぐに次の駅に到着。いやほんとこれすごいこまめに停車しますよね。そして列車は朝日駅からものの10分足らずで次の停車駅、八日市場に到着。そして列車は八日市場駅を発車した後途中飯倉駅って駅を通過したんですが、また途中一駅通過するだけで次の駅、横芝駅に到着いたします。いやほんとこれさっきから連続して駅に止まるか通過したとしても途中一駅しか通過しませんから、ほんとこれ特急というよりかは快速って感じですよね。まあこの銚子方面に関してはそこまで強いライバルっていうのがいない。高速バスも銚子方面のバスに関してはそこまでめちゃくちゃ速いわけではないですからね。だから何が何でも急ぐ必要があるってわけではないんでしょう。そして列車はあの後飯岡駅を発車。そしてこの列車は飯岡を発車すると途中松尾を通過して次の停車駅は鳴門なんですかね。この列車っていうのは途中の松尾駅にも運転停車。というのも実は総武本線のこの辺の区間っていうのは単線区間となっていてね、停車駅以外でも途中列車同士の行き違いのために運転停車をしなきゃいけないことがあるんですよね。そしてこの列車は対向列車が到着してこの先の進路が開通したということで松尾駅を発車。
ちなみに今回この列車の発車を待たせていた対向の列車っていうのはなんと普通列車だったみたいですね。大体こういう時っていうのは特急列車の方を優先するダイヤが組まれている。だから今回の場合で言うんだったら対向の普通列車は一つ手前の鳴門駅で待たせてね。この列車が鳴門駅に到着したら対向の普通列車は鳴門駅を発車みたいなダイヤが組まれていることが多いんですかね。今回に関しては特急列車の方を待たせるダイヤが組まれていたんですね。でもこの特急詳細っていうのは総武本線の末端区間ではただでさえ停車駅が多いのにね。それにこうやって今みたいに列車同士の行き違いで運転停車ってことも多いんでね。この辺では通過する駅っていうのはほとんどない。だから銚子桜間とかだと普通列車と言うて所要時間は変わんないんですよね。そう考えると改めてこの列車っていうのはこの辺の区間ではかなり遅いんだなと、そんな感じ。そしてあれからしばらくやってきたんですがね、ここで左の方から合流してくる線路があります。今左から合流してきた線路っていうのは外房線と交わる大網からやってきた JR 東金線。まもなく列車は東金線との乗り換え駅鳴門に到着します。ちょうど向かい側には東金線の列車が止まってましたね。そしてこの鳴門から出る東金線の中には一部外房線に直通して千葉駅まで直通運転をする列車っていうのもいるんでね。この鳴門から千葉までっていうのは総武線経由か東金線および外房線経由、2つのルートっていうのを選ぶことができます。そして列車は鳴門駅に到着。そして列車は鳴門駅を発車。そしてこの鳴門から先っていうのは1日数本ですが東京方面に直通する快速列車っていうのも運転されている。だからこの鳴門までは1日数本とはいえ10両とか長い編成を連ねた快速列車っていうのもやってくるんですね。だからこの鳴門から先っていうのはだんだんと街っぽくなってくると思いますよ。そしてこの列車の次の停車駅っていうのは八幡までは私は引き続き乗っていきたいと思います。そして列車は今鳴門駅の一つお隣の駅、日向駅って駅を通過してるんですかね。ここで対向の普通列車と行き違い、今回は対向の普通列車に待ってもらってこの列車は普通に日向駅を通過しましたね。ちなみにこの先の桜までは単線区間なんで今のような行き違いっていうのもあるんですかね。たださっきの鳴門から先っていうのは鳴門駅って列車も数多く運転されているんでね、多分今後は途中行き違う回数っていうのも増えると思いますよ。そして列車は鳴門の次の停車駅、八幡駅に到着。これまた途中一駅だけ通過して次の駅に停車するんですね。いやだから列車は鳴門を出てだんだんと街っぽくなってきたとは言ってもね、まだ途中ポツポツと駅には停車するんですね。いやだからほんとこの潮騒って地域密着型というかね、地域輸送のことをかなり考えた停車駅になってるんだなと、そんな感じ。そして列車は八幡駅を発車。そしてこの八幡までっていうのは途中一駅しか通過しない。なんなら二駅連続して停車するって駅が多かったんですがね。この八幡を出ると途中江ノ木戸、南四水の二駅を通過して次の停車駅っていうのは桜。まあこれ二駅連続で通過するっていうのも特急列車としては全然普通のこと。なんなら遅いぐらいなんですがね。この潮騒号っていうのは二駅連続で駅を通過するっていうのはかなり久しぶりのことなんじゃないかな。この潮騒号っていうのはこの八幡までは特急というより快速みたいな感じの停車駅だったんですかね。この八幡から先っていうのはだんだんと通過駅も増えてきますよ。まあでは私は引き続き乗っていきたいと思います。そして列車は八幡を出て少しやってきたんですがね、列車は八幡の一つお隣の駅江ノ木戸駅に運転停車。多分この駅でも対向の列車と行き違いをするんでしょうね。お、そして対向列車がやってきました。今度やってきたのは特急列車でしたね。特急詳細の多分あれは銚子駅かな。この駅では特急列車同士の行き違い、今回は私が乗っているこの列車が待たされる番だったんでね、この列車が駅に停車して対向列車っていうのは颯爽と駅を通過していきましたね。そして列車はあの後江ノ木戸駅を発車。そして列車は間もなく南四水駅に到着するんですかね。この駅でもまた対向列車と行き違いをするみたいです。今度やってきた対向列車っていうのは普通列車。そして今回は対向列車に待ってもらっていたんですがね、なぜかこの列車も南四水駅に運転停車をするみたいだな。いやこれ対向列車が待ってくれていたんでこっちの列車はバーっと駅を通過できそうなもんですかね。これなぜ止まったんですかね。ちょっと理由はわからないんですかね。列車は南四水駅に運転停車。そして列車は南四水駅を発車。でもこの列車は八幡を出た次は桜と案内状では途中二駅を通過することになっていったんですかね。ただ実際は途中の二駅どちらにも運転停車をしたわけですから、だからこの潮騒ってただでさえ停車駅が多いのにね、さらにそれに加えて今回見たく運転停車っていうのもするんでね、実際本当に通過する駅っていうのはほとんどない。だから所要時間も桜までは普通列車とそんなに変わんないんですよね。そして列車は間もなく桜駅に到着します。そしてこの桜ではさっき松岸で別れた成田線と再び合流することになります。さっきの松岸からこの桜まで八日市場や鳴門の方を経由して走るのが総武本線、一方佐原や成田の方を経由して走るのが成田線と経由は違うもののね、どちらも最終的にはこの桜にたどり着くんですね。そして列車は桜駅を発車。そしてこの桜を出ると次の停車駅っていうのは千葉。これついに千葉県の県庁所在地なんかもだいぶ近づいてきました。
そしてこの桜から成田線からやってきた列車も合流する関係で列車の本数も増えるということでね、この先は線路は上下1本ずつの計2本、複線となります。ここまでこの列車はずっと線路は1本、単線の区間を走ってきたんですがね、ついに単線区間っていうのも終わり、だからこの桜川先っていうのはだんだんと都会的な区間になっていくんじゃないでしょうか。まあでは私は引き続き乗っていきたいと思います。そして列車は桜駅を出てしばらくやってきたんですがね、列車っていうのは桜駅を出ると今までとは打って変わってかなりいい速度でかっ飛ばすようになります。今までっていうのは線路は1本の単線、かなりローカルな区間だったんで速度もそこまで出すことはできなかったんですがね、桜より先は線路は上下1本ずつの複線、そして線形っていうのもだいぶ良くなるんでね、列車は特急らしくバンバンぶっ飛ばすようになります。いや、こういう走りをしてくれるとなかなかに気持ちいい。今もかなりいい速度で駅を通過しましたがね、こういう走りをしてくれると特急列車に乗ってるなって感じがあっていいですよね。そして列車あれからしばらくやってきてまた駅を通過してるんですかね。この駅は多分四街道かな。この四街道は一部の特急列車が止まるかなり重要な駅なんですかね。私が乗っているこの列車は通過。いや、こういう特急停車駅も通過してくれるのはなかなかに気持ちいいですよね。そしてこの四街道あたりまで来ると千葉とかも結構近いですから、そういうわけで沿線もかなり街みたいな感じになってきます。そして続けて列車が通過してる駅は津賀駅かな。この津賀駅は千葉都市モノレール等乗り換え駅だから、津賀まで来るといよいよ千葉の中心部にやってきたってそんな感じですよね。駅的にもこの津賀の2つお隣の駅が千葉駅となっています。そしてここで千葉駅到着の車内放送も流れました。そして列車は間もなく千葉駅に到着するんですかね。これさすが千葉は千葉県の県庁所在地というだけあって大都会ですね。そして今向こうからやってきたのは千葉都市モノレール。いや、でもこの列車はここまでは言っちゃえば千葉県の田舎みたいなところを走ってきたわけですかね。ついにこれ大きな町にやってきたなと、そんな感じ。そしてこれちょうど向こう、これわかりますかね。今向こうにこの列車とはまた別の方向に走っていく JR の電車が見えるんですかね。あの線路っていうのはこの先房総半島方面に向かう外房線の線路。この千葉駅で房総半島方面からやってきた外房線と合流してるんですがね、その分かれ方っていうのがなかなかに面白い。というのも総武線と外房線っていうのは千葉駅の真ん中あたりで分かれてるためね、この千葉駅っていうのは Y の字みたいな形をしてるんですね。いや、これなかなかに面白い。なかなかこんな形をした駅ってないですよね。そして列車は銚子駅を出てから1時間22分、千葉県の中心の駅、千葉駅に到着。そして列車は千葉駅を発車。そしてこの列車は千葉を出ると次は錦糸町に止まります。だからいよいよこの列車は千葉県を脱出、東京都へと入っていくこととなります。ちなみにダイヤ改正後は特急潮騒号っていうのは途中船橋にも停車するようになっています。そしてちょうどここで房総半島方面からやってきた外房線と合流。いや、これさっきも言いましたが駅の真ん中で合流するっていうのはなかなかに面白いですよね。まあでは終点を東京まであと30分弱ぐらいかな。だいぶ東京っていうのが近くなってきたんですが、引き続きこの列車に乗っていきたいと思います。そして列車は千葉駅を出るとさっきの桜千葉間以上にかっ飛ばすようになります。千葉から先この列車はいわゆる総武快速線と言われるような区間を走っていくんですかね。この総武快速線の最高速度っていうのは130キロ。そして特急列車はこの区間を最高速度の130キロ。トップスピードでかっ飛ばしていくっていう走りをします。いや、こういう走りをしてくれると特急列車に乗ってるって感じがあっていいですよね。列車はさっきの桜までの単線区間。普通列車と大して変わらない速さで走っていたのが嘘のようにモーターをガーガー唸らせてかっ飛ばしていきます。そして列車が今通過している駅は津田沼駅。この津田沼駅は定期の特急で停車する特急列車がいたかは覚えてませんがね、臨時の特急なんかだと結構停車駅に選ばれたりするような駅。しかしこの列車はそんな津田沼駅を速度こそそこまで速くないですが通過。いや、こういう大きな駅を通過してくれると乗っていてなかなかに気持ちがいいものですよね。そしてあれからしばらくやってきたんですが、お、これ向こうに見えるのは京成本線かな。まもなく列車は船橋駅を通過いたします。この船橋はダイヤ改正後は特急小西号も停車するようになったかなり大きな駅。総武線以外にも京成本線と東武アーバンパークラインがやってきてる駅なんですがね、ダイヤ改正までっていうのはこの特急小西号は船橋駅を通過していたんですね。そしてちょうど今向こうに止まっていた列車、多分東京に住んでる方なら見慣れてる方も多いんじゃないかなと思うんですかね。今向こうに止まっていたのは中央総武線各駅停車の列車。これよく黄色い電車なんて呼ばれたりしていますがね、さっきの千葉よりも先では中央総武線各駅停車も走るようになっていたんですね。
そして列車はあの後しばらくやってきて、さっき市川駅を通過したところなんですがね、列車は市川駅を出ると江戸川を渡って、ついに千葉県から脱出。これより東京都に入っていきます。今向こうに東京スカイツリーなんかも見えましたね。いやでもこの列車は銚子を出てからここまでの1時間40分ぐらい、ずっと千葉県を走ってきたわけですがね、ついにそんな千葉県を抜けて東京都に入りました。いやこれ千葉県を抜けるのに結構時間かかったなって、そんな感じですがね、銚子って千葉県の端っこに位置する町ですから、だから今回この列車や千葉県を縦断してきたことになるんでね、そう考えると千葉県って意外と大きいんだなって、そんな感じですよね。そして続けて列車は荒川を渡ります。この辺ってほんと大きな川が連続するんで、一瞬千葉県との研究は荒川と江戸川どっちかななんて思ったりするんですかね。千葉県との研究はさっきの江戸川、今渡ってる荒川っていうのは特に研究とかそういうわけではありません。そしてこの荒川を渡ると、もう間もなく列車は錦糸町駅に到着します。そして列車は東京都に入って一つ目の停車駅、錦糸町駅に到着。この錦糸町は確か成田エクスプレス以外の列車は全列車が停車だったんじゃないかな。この辺ではかなり重要な駅。この錦糸町では東京メトロ半蔵門線に乗り換えることもできます。そして列車は錦糸町駅に到着。そして列車は錦糸町駅を発車。そして錦糸町を出ると千葉から一緒に走ってきた中央総武線各駅停車と分かれることとなります。この先この列車が走ってる総武快速線が東京方面に行くのに対しね、中央総武線各駅停車っていうのは秋葉原、お茶の水方面へと行くこととなるんですね。そしてこの錦糸町を出ると次に次の停車駅っていうのは終点の東京。いや、ここまでだいぶ長かったですが、ついに終点の東京が見えてきましたよ。まあ、ではラストスパート。終点の東京まで乗っていきたいと思います。そして錦糸町駅を出てしばらくやってくると、総武快速線はここで地下に入ります。そしてここで地下に入ると、この先の終点東京まで総武快速線はずっと地下区間を走行することになります。そしてこの先列車は暴露町、新日本橋の2駅を通過して終点を東京に到着することとなります。そしてここでもう車内放送っていうのが流れましたね。この先に2つ通過駅はあるものの、もう間もなく列車は終点を東京に到着します。そしてこれついにですよ、銚子駅から1時間55分列車は終点の東京駅に到着。いやでもほんと今回途中の坂田までかなりゆっくりと走ってきたからか、実際の乗車時間よりもかなり長く乗っていたような気がしましたね。まあただ座席はふかふかで乗り心地はすごく良かったんでね、特に苦痛に感じるとかそういうことはありませんでした。まあでは私はこの駅で降りたいと思います。いやー、そしてようやく着きましたよ、千葉県の端っこ。銚子から2時間弱で列車は終点を東京に到着。そしてここまで乗ってきた列車はこの先はもう回送列車になるみたいです。まあこれ日中だったら折り返してまた銚子に戻っていくとかってあるのかもしれませんがね、今回私が乗ったのは上り最終便、もうこれ夜の8時ぐらいだったんでね、まあ今から銚子に行く人はいないってことで、もう車庫に帰っていくみたいです。まあではここまで乗ってきた列車が折り返し回送列車として東京駅を発車するみたいなんでね、最後に見送って動画を終わりにしたいと思います。まあでは今回は2024年春のダイヤ改正でなくなってしまう列車255系特急詳細号に乗ってくるっていう動画だったんですが、どうでしたか？いやこれ今回乗ってみた感想として、すごい乗り心地が良かった。今回私が乗ったのはグリーン車とかではなく自由席だったんですがね、自由席でも座席はすごいふかふかで快適でした。いやだからこういう車両が特急詳細から撤退してしまうっていうのはなかなかに残念ですよね。ただこれっていうのはご存知の方も多いと思う、っていうかもしかしたら私も動画内で言ってるかもしれませんがね、この255系っていうのは本当は2024年春のダイヤ改正で定期列車からは完全に撤退、
一部の臨時列車で細々と使われる予定だったんですがね。様々な関係からまさかの延命。特急詳細号からは予定通り2024年春のダイヤ改正で撤退してしまうんですがね。房総半島方面の特急としては6月末までは定期列車としても使われることになったんですよ。また6月以降も2024年夏の臨時列車として千葉方面の臨時特急で一部255系が使われるみたいなんでね。もし興味を持たれた方はまだ255系に乗れる機会っていうのはあるんでね。ぜひ255系運用の列車を探して乗ってみてください。まあではこの動画はここまでにしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有どうぞお願いします。ではね、この動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。